皆さんアロハ、リアリアハワイ TV ジミーです。本日は日本でもおなじみのコンビニエンスストアセブンイレブンをご紹介します。ハワイのセブンイレブンは日本とどう違うのか、今までドリンクやホットスナックの注文の仕方が分からず断念してしまっていた方のためにも解説していきたいと思います。セブンイレブンハワイの限定商品などもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。今回ご紹介するセブンイレブンはワイキキの西側、カラカワオ通りとマッカリー通りの角にある店舗からお届けします。はい、では入ってすぐですね、まずこちらの方がスナックでしたり、後ろの方にアイスクリームやドリンクコーナーがございます。そしてその奥の方にはですね、おにぎりだったりサンドイッチのお弁当コーナーもありますし、奥の方にはドリンクコーナーも充実しております。はい、こちらはスナックのコーナーになっていて、日本のお菓子もですね、少しこのようにね置いております。そしてこちらの方にはですね、日本でもおなじみのですね、うまい棒がですね79セントで販売されておりました。はい、そしてこちらはアイスコーナーで、日本のですねセブンイレブンのような作りになってますよね。でこちらの方にもですね、チョコモナカのですねアイスが販売されてまして、こちら 1.99 になります。はい、そしてパンコーナーのところにですね、こちら日本のねパンも販売されておりました。とても人気商品の一つで、他にもですねこちらの方にはドーナツでしたりアップルディニッシュとかもございますので、朝ごはんにもぴったりですよね。ハワイのセブンイレブンはやはり日本の商品ではなくですね、このようにアメリカだったりハワイの商品がメインに置かれております。例えばこちらはですね、ダイヤモンドベーカリーのちょっとしたスナックがですね販売されていて、小分けタイプになっているので、お土産とかにもいいんではないでしょうか。はい、そしてこちらはですねセブンイレブンブランドの商品になっておりまして、こちらリヒンというですね酸っぱい梅のパウダーがドライフルーツのマンゴーにですねかかっている商品が 2.79 で販売されてます。そして他にもですねアップルですね、リンゴにかかったものなどございまして、いろんなですねリヒンのフレーバーがかかったローカルフェイバリットのスナックが販売されています。はい、そして向かい側のこちらの方にはですね、グミにリヒンがかかったですねものもございまして、こちらはパイナップルで、そしてストロベリー、下の方にはですねウォーターメロンにリヒンの酸っぱいパウダーかかったものも販売されております。はい、でこちらがですねドリンクコーナーで、まずここにあるのがコーヒーのコーナーですね。下の方にですね粉コーヒーの缶でしたり UCC コーヒーの缶があって、かなりこちらのコーヒーも人気ですよね。そして他にもこちらたくさんいろんなドリンクがあるんですけれども、なんとセブンイレブンハワイのティー、プランテーションアイスティーも販売されております。はい、こちらですねお弁当コーナーになっております。こちらの方ではですねハワイらしいロコモコ弁当が5ドル89で販売されております。そして他にもですねもちこチキンフライドサイミン弁当がございまして、もちこチキンとサイミン両方楽しみいただける弁当5ドル49です。そしてですねフライドサイミンだけのものもございまして、お値段4ドル69です。セブンイレブンの中にですね電子レンジがございますので、温めて召し上がっていただくこともできます。はい、そしてこちらはですねおにぎりやスパム結びのコーナーです。スパム結びだけでもすごいいろんな種類がありますよね。まずこちらはですねデラックスパム結びは卵やふりかけがかかったもので2ドル35です。でお隣がですねレギュラースパム結びが1ドル85で販売されてます。で下の方はですね少しフレーバーがついたものですね、こちらスパイシーガーリックバタースパム結びで2ドル15で販売しております。そしてこちらの方はですねスパムでもカツ結びになってます。でも美味しそうですね。そして上の方にはですねジャンボのおにぎりもございまして、私の手のひらサイズぐらいある大きなおにぎり、こちらですねもちこチキンが中に入っているおにぎりで、お値段が3ドル59になっております。はい、そして下の方にはですね肉まんもございまして、こちらハワイではですね肉まんのことをマナプアと呼んでます。チャーシューマナプアですね、そしてカレーチキンマナプアもございます。
でまたですね、ハワイらしいサイミンもこちらで販売されているので、ローカルスタイルサイミンですね、嬉しいですよね。こちらはお値段$4.29になります。はい、こちらはですね、ホットスナックですね。レジで直接言っていただいて購入いただくんですけれども、上がですね、ラプチョーマナプアといって、中にソーセージが入って、パンがですね、とっても柔らかく、少しほんのり甘いパンに包まれています。あとは照り焼きチキンやカレーチキンですね、チャーシューマナプア、そして下の方がですね、ポークハッシュといって、シューマイもとっても人気商品です。はい、そしてこちらはですね、先ほどのお弁当コーナーのものがすでに温まっているものですね。こちらの方にいろんな種類のスパム結びでしたり、ジャンボおにぎりもありますね。で、上の方にはハンバーガーでしたり、あとはラップ、お弁当などもございます。はい、そして日本のようにですね、雑誌コーナーはないんですけれども、このように簡単なですね、ローカルの新聞はございます。そしてですね、ハワイらしいエコバッグもございました。こちらスパム結びだったり、サイミンの絵が入ったものと、あとはセブンイレブンのですね、エコバッグは$2.99で販売されてます。はい、そしてセブンイレブンのですね、オリジナルマスクもございましてですね、スパムの絵が入ったのが可愛いですね。サイズもミディアムやラージもございます。お値段はですね、$6.99になっております。そして他にもですね、こちらの方にハンドサニタイザーもございまして、ラベンダーバニラでしたり、ミントなどもございまして、$3.59になってます。はい、こちらはですね、スラーピーというドリンクコーナーになっております。こちらのスラーピーはですね、シェイクとかではなく、かき氷のドリンクにしたようなものだとイメージしていただければと思います。で、フレーバーはですね、こちらの方にはコーラでしたり、ファンタストロベリーだったり、ビタミンウォーターのゼロシュガーのものもありますね。こっちの方はですね、ハワイパンチとバター餅、カウピアなどですね、ハワイらしいフレーバーもお楽しみいただけます。はい、そしてドリンクのカップはですね、こちらの下の方にございまして、こちらがエキストララージですね。で、こっちがスモールになってます。すごい大きさがね、違いますよね。で、こちらのですね、お値段はスモールがですね、 1.19 ですね。エキストララージが$2.69になります。お支払いはですね、ドリンクを入れた後にレジでお支払いいただきます。はい、コップをですね、取った後はですね、まずこちらから蓋をですね、取ってつけてからドリンクを入れた方がスムーズということだったので、こちらをまずつけていただきます。では早速ちょっと入れていきたいと思います。こちらのビタミンウォーターゼロシュガーですね、取っ手の部分をちょっと上の方にスライドするとこのようにですね、できます。はい、そしてこちらはですね、コーラなどの炭酸が飲めるドリンクのマシーンになってます。で、サイズはですね、こちらもですね、これが一番小さめのサイズですね。で、一番大きいのがこちらのサイズになってます。で、お値段はですね、こちら一番小さい方が$1.39で、一番大きいのが$2.59になります。こちらですね、オーダーの仕方はご自身の飲みたいものを選んでいただけます。けど、コーラでしたらコーラをタップしていただいて、その中でもですね、コーラのチェリーやバニラ、チェリーバニラと種類がありますので、お好きなものを選んでいただきましたら、コップをこちらに置いて、このドリンクのマークを押していただくと、ドリンクが中に入るシステムになってます。はい、そしてお隣のこちらはですね、フレッシュブレンズといいまして、シェイクだったりスムージーを作ってくれるマシンです。どんなものか見てみましょうか。まずこちらのアイスコーヒーをタップしていただくと、ここではコードブリューのオーバーアイスだったり、スイートクリーム、キャラメルなどですね、いろんなフレーバーが入ったアイスコーヒーが頼めます。他にもですね、こちらフルーツシェイクの方ですと、ストロベリー、ストロベリーバナナ、マンゴーパッションフルーツなどですね、フルーティーなシェイクもオーダーしていただけます。他にもジュースの方もですね、こちらストロベリー、レモン、マンゴーパッションフルーツなんですね、ございまして、お値段はですね、スモールは$1.99、ミディアム $3.99、ラージは $4.29 になってます。
はい、でこちらがですねラージサイズになります。ちょっと実際にですねオーダーしていきたいと思います。フルーツシェイクのですね、私はこちらのマンゴーパッションフルーツが気になったのでこちらをですねオーダーしたいと思います。で私はラージサイズなのでまずコップをですねこちらの方にセットしてこちらをタップします。でスタートボタンがあるのでこちらを押していきます。すごい完成しました。こんな感じで綺麗なですねシェイクになってます。美味しそうですね。スタートストローがありますのでこちら受け取りましたらレジでお支払いいただきます。うん、すごい美味しいですね。ちょっとヨーグルトみたいな感じのフレーバーがしてとってもリフレッシュします。シャリシャリと食感もしていて暑い日にですねぴったりです。はい、そしてこちらはですねコーヒーのコーナーになっております。こちらもコーヒーもですね同じく下の方からですねコップを取っていただいてドリンクを入れていただくシステムです。こちらの方のホットコーヒーはここの取っ手をですね引っ張っていただきましたらドリンクが出るシステムです。で上の方にはですねミディアムダークだったりライトだったりとコーヒーの濃さも分かるように書いています。でこちらの方はですねライオンコーヒーのディカフェもありますしヘーゼルナッツですね、こちらはロイヤルコナのハワイのコーヒーも販売されております。はい、そしてこちらはですねラテのコーナーになります。フレンチバニラでしたりモカラテ、ホットチョコレート、ココアですね、キャラメルマキアートも作れるマシンになっております。はい、では実際にですねこちらもちょっとドリンク入れてみたいと思います。こちらはですねお好きなところに置きましたらボタンを押してですねご自身で止めていただく必要がございます。はい、こんな感じでですね入れていただきます。はい、でコーヒー用のですねクリームでしたりあとはこちらの方にはお砂糖やストローなどもございますのでご自由にお取りいただけます。はい、そして後ろの方にはですねアイスコーヒーもございます。でフレーバーはですねオリジナルのものとフレンチバニラもございましてお値段はミディアムが$2.89でエキストララージが$3.49になっておりまして後ろにシロップもございます。ヘーゼルナッツ、キャラメル、ハニー、後ろ最後がフレンチバニラもございますのでお好きなシロップをご利用いただけます。はい、そしてこちらベーカリーコーナーになってます。いろんな美味しいパンがあるんですけれどもどんなものがあるかと言いますとバターミルクスティックでしたりあとはブルーベリーコーヒーケーキですね、あとこちら私も大好きなんですけど餅ドーナツのポイタロですね、あとはストローベリーだったりダークチョコレートもございます。こちらの左がですねスパニッシュロールで上にですね甘いお砂糖がかかっていてとってもね美味しいんですよね。3つ入って$2.55です。でこちらがウベが入ったもので3つ入って$2.79になっております。皆さんいかがでしたでしょうか。本日はセブンイレブンをご紹介しました。日本と違う商品もたくさんあって皆さんも気になるものはありましたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。よろしければグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。マハロー。